総務省の家計調査によりますと、去年1年間のまんじゅうの購入頻度は、全国平均が213回だったのに対し、宮崎市は365回と大きく上回り、日本一に。今月14日にお伝えしたチェック調査班では、宮崎市が日本一に輝いたことに対する喜びの声や、その理由について調べた結果をお伝えしました。今日は県内の菓子店32店舗が加盟する宮崎菓子協会の上野正光会長ら3人が宮崎市役所を訪問。清山市長に購入頻度日本一を報告しました。早速まんじゅうを味わった清山市長は。美味しいです。甘いもの好きなんで。宮崎菓子協会の上野会長に改めてこの質問をしてみると。日本一の要因って何なんでしょうか。甘いものが好きで、まんじゅうというのは特にですね、買っていかれると思いますよ。そういうのがですね、日本一につながったんじゃないかと思っております。実は MRT の取材がきっかけで購入頻度日本一を知った上野会長。今後宮崎のまんじゅうを広く PR していきたいと意気込んでいます。これをきっかけにですね、こうまんじゅうをみんな作っていただいてですね、店舗店舗でこう説明していただいてですね、お客さんにこうアピールしてもらいたいと思っていますが。